117番道路ですね。座って屋さんか。育てあるあるですね。このままも今日は、今回は、グレイシア先頭で行きます。次のジムまでね、結構長いんですよね、道のりが。凍える風。プルプルエコーボイス。はい、オッケー。バーレットパンチ。敵捨てましょう。負けたんすげえなこれ。おお、トライアスロン、宮古島のトライアスロンも間もなくですね、来月だ。凍える風。レースの途中なのか。おー、6体だ。郁恵さんはこれ必ず出てきますね、ポケモン。おお、バリア。ちょっと大丈夫ですね、バリアね。続きいきます。凍える風。
サギンとはモンメンに変えます。もうレベルがでも高いからすごいやりやすいですね。ギガドレイン、このまま行きましょう。あと2体か。シルクに変えます。レベルが間もなく30ですね。恩返し、育ってますね、ちゃんとね。空気をうまい。サンタが。グレーシャー可愛いよな、ほんと。速攻が高いから強い。で、経験値がいっぱいです。グルッドでいいよ。モンメンも29。グレイシャも強えな。マジもレベル差がすごいわ。ほんと、トレーナーにしかほぼ戦ってないんですけど。まあ、グラードンとかカヨウカとか、ああいう伝説が結構ね、簡単に捕まえられると思います。レベルが上がってれば。グラードンの時も大変だったからな、前回は。すごいすごい。ポケモンの弱さ。ごめんなさい。踏み荒らしちゃった。あっちなんでいけんねんだ。
おお、ロッサ。凍えるかぜ。このままいきます。水の波動、頑丈か、素晴らしい。しかもこんな、素晴らしさが、へい。枠の下か、変えた方がいいな。久しぶりに、まあサニーゴも弱点なんですけど、こっちが。熱湯、素晴らしい。素晴らしいね。もう復活してるな。